東京工科大学。東京工科大学は、理工、分離、医療、芸術分野の、各学部を設置している。また、実学主義を掲げている。大学関係者が、欧米諸国の大学を訪問し、参考にされていることから、教育研究内容、施設、設備等々欧米風の感がある。以前は、英語で、東京エンジニアリング・ユニバーシティと表記していたが、 東京ユニバーシティオブテクノロジーに変更された。東京工科大学サイトの URL 表記等に、テウとあるのはその名残である。独立行政法人産業技術総合研究所など、多数の研究所や企業が入居している建物が、キャンパス内にあり、研究チーム、開発プロジェクト等を組むなど、対外連携を積極的に行っている。東京工科大学は、学際的であり、 リベラルアーツ教育や外国語教育を重視している。メディア学部、応用生物学部、コンピュータサイエンス学部、デザイン学部は、コース制を導入しているため履修の自由度が高い。国際的教養、クリティカルシンキング、創造力を身につけた人材の育成を目指し、教養学館を設置した。また、学生主体の教育を目指し、アクティブラーニングセンターを開設。 2014年に業務や教育用システムをフルクラウド化した。2015年に前景のラーニングアウトカムの設定を行い、ルーブリックを一部科目で採用し、その評価を GPA に換算している。さらにサービスラーニングインターンシップコープ教育が実施されており、フレッシュアップセミナーや再試験プログラム等の学生サポートも行われている。メディア学部、 応用生物学部、コンピュータサイエンス学部及びデザイン学部は1学部1学科制を敷いている。2009年度より担当教員が学生の相談を受けたり、教員と学生との交流を図るアドバイザー制を導入している。学部及び大学院においては、早期修了一貫プログラムを導入しており、このプログラムの適用対象者になりそれを利用した場合、 学部を3.5年で、大学院修士課程を1.5年で、それぞれ卒業、修了でき、学部入学後5年で、大学院修士課程までを修了可能である。東京工科大学には、同じ学校法人として、日本工学院専門学校、日本学院八王子専門学校、日本工学院北海道専門学校、東京工科大学附属日本語学校があり、 これら教育機関と教育研究など様々な連携を行っている。教職員同士の交流も盛んである。さらに、資格取得希望者等のために、同法人専門学校内に、大学生専用クラスを設け、ダブルスクールを可能にしている。大学生と専門学校学生との交流面においては、クリエイティブラボにての共同作業、学園祭の教祭、 サークル活動の共同活動などが挙げられる。このように、より広い人との交流を可能にしている面も、東京工科大学の特色の一つである。東京工科大学の起源は、1947年に、片柳広史により創立された、はじめ美学園まで遡る。はじめ美学園は、1947年5月に、東京都大田区女塚三丁目。 現在の西蒲田五丁目に開校した。カラーテレビ時代が到来した1964年には東京オリンピックの実況中継に NHK 技術職員として学生が運営に当たっている。1976年7月には現在姉妹校である日本工学院専門学校が専修学校制度に基づいて開校した。後に日本工学院八王子専門学校。 日本工学院北海道専門学校を開校した。1985年には国際科学技術博覧会、つくば万博にレーザーディスプレイシステムを研究成果として出展した。万博でただ一つのレーザーディスプレイということもあり、マスコミで大きく取り上げられた。1986年4月に東京工科大学を開学した。これには、 フランス大使の協力を得ていたこと、当初は工学部と合わせて芸術関係の学部も同時に開設予定であったことを芸術・美術関係にも造形の深い片柳博士が2008年4月の東京工科大学入学式で自ら述べている。近年ではマサチューセッツ工科大学や南カリフォルニア大学等々の大学機関、 独立行政法人産業技術総合研究所や東京都八王子市、リソナ銀行等々の研究所、観光庁、企業等各種機関との関係深め、産学間連携による研究開発を積極的に行っている。メディア学部は1999年に八王子キャンパスに設立された。日本で初めてのメディア学部として誕生した。これには、 初代学部長に就任したアイソ・ヒデオの尽力もあった。学部内プロジェクトの一つにゲーム制作があり、その成果を東京ゲームショーで披露している。また、2008年には新たな学部内プロジェクトとしてタッドミュージック・サポート・トムスが立ち上げれた。このプロジェクトはアーティストの支援を行うプロジェクトであり、アーティストとしては玉木千春、バニー・ザ・パーティー、ペリドット・カフェ、 ジャンブトラ、フー、ダイスケ等が所属している。このうち、フーとダイスケは、東京工科大学の学生である。応用生物学部は、2008年に八王子キャンパスに、設立された。旧、工学部の主に機械制御工学科並びに、電子工学科を、発展統合し、2003年に開設された、バイオニクス学部が前身である。設立に際しては、 初代学部長に就任した、カルベイクオも貢献した。2010年より、応用生物学部臨床工学技師コースは、医療保険学部臨床工学科に統合移管された。コンピュータサイエンス学部は、2003年に、八王子キャンパスに設立された。旧、工学部の主に情報工学科並びに、情報通信工学科を発展統合し設立された。 デザイン学部は2010年に蒲田キャンパスに設立された。医療保険学部は2010年に蒲田キャンパスに設立された。動学部林床工学科は2010年により応用生物学部林床工学技士学科コースからの統合移管によって開設された。工学部は2015年に八王子キャンパスに設置され、機械工学科、電気電子工学科、 応用科学科の三学科からなる。教育の柱として、サステイナブル工学を掲げ、工学以外の視点も養い、広い視野から、社会の持続的発展に貢献できる人の養成を、目指す。また、メディア学部とコンピュータサイエンス学部で、試験的に導入している、工部教育を、本採用し、工学部の全学生が8週間程度の、就業体験を行うとしており、 在学中における長期の就業体験が特徴の一つとなっている。さらに、英語教育にも注力するとしている。現在募集停止の学部は以下の通りである。1986年の開学に合わせ、電子工学科、機械制御工学科、情報工学科が設立された。1994年に、情報通信工学科を設立した。2003年に、 バイオニクス学部、現、応用生物学部、コンピュータサイエンス学部に統合された。2003年に工学部を統合し設立された。2008年に応用生物学部へ名称変更された。東京工科大学は人間形成や社会生活において必要な一般知識、教養の寛容を目的に2012年より、 東京工科大学教養スタンダードを立ち上げた。その目的達成のために同年に設置された学部からは独立した教員組織及び教授される学部横断型の科目群。講義内容としては人文科目群、社会科目群、外国語科目群、情報、数理、自然科学科目群、ウェルネス科目群、社会人基礎科目群で構成される。 1993年の開設当初より、先端、教会領域分野の研究を主眼に置いている。東京工科大学大学院に対する外部からの客観的評価としては、も &MBA レーティングスによるも、MBA 大学院格付けで、2008年に日本国内教育機関109コース中40位、も分野のみでは、日本国内教育機関53コース中15位に、 ランクされた。バイオ、情報メディア研究科は、工学研究科及びメディア学研究科を統合し、生命医科学及び企業分野を加え2005年に設立された。現在募集停止中の研究科は、以下の通りである。工学研究科は1993年に修士課程、1995年に博士課程が設立された。2005年に、 バイを情報メディア研究科に統合された。メディア学研究科は2003年に設立された。2005年にバイを情報メディア研究科に統合された。東京工科大学に開設されている研究室及びプロジェクトの紹介を以下サイトから閲覧できる。学生の成績評価方法として GPA を採用している。ラーニングアウトカム。 学習到達目標を設定しており、2015年時点で一部科目において、ルーブリックによる評価を行い GPA に反映している。東京工科大学では、将来的にこのルーブリックを用いた評価方法を標準にする予定としている。東京工科大学教授、学長を歴任したアイソヒデオの行為により創設された。毎年5名の卒業論文。 修士論文にて優秀と認められた学内学生に授与される。各種団体、サークルがあり、学園祭や文化、スポーツイベントなどの活動を展開している。毎年秋頃に学生の企画、運営で開催される八王子キャンパスの学園祭。2004年までは大学単独で大学祭として年1回、全17回開催された。 2005年より大学と隣接する同法人の日本工学院、八王子専門学校との学生が協力し、紅花祭火災として学園祭を行っている。これら学生で構成される紅花祭、火災、実行委員会により、大学と専門学校との共催で、学生中心の学園祭が行われている。毎年秋頃に、学生の企画、運営で開催される。 蒲田キャンパスの学園祭。2010年より大学と隣接する同法人の日本工学院専門学校との学生が協力し学園祭を行っている。大学の蒲田キャンパス及び医療保険学部、デザイン学部開設以前は同専門学校の学生が単独で行っていた。東京工科大学には体育会、文化会、体育系同好会、 文化系同好会がある。2008年2月現在確認できたもので、64の公認団体と2の非公認団体がある。東京工科大学学生によるサークルに属さない学生活動も行われている。東京工科大学は次の主な団体に加盟している。東京工科大学同窓会。東京工科大学の人物一覧のページに記載する。八王子。 鎌田寮キャンパスは片柳弘氏が設計をしている。東京工科大学八王子キャンパスの主な施設に関する情報は以下のサイトから閲覧できる。東京工科大学鎌田キャンパスの主な施設に関する情報は以下のサイトから閲覧できる。食堂としては、スチューデントキャンティン、フーズフー、セントラルプラザの3つの建物がある。 一般に学食と言われるような定食やお弁当は、スチューデントキャンティンで販売されている。フーズ風には、入れ替えを含めかなりの数の有名チェーン店が入居しており、有人堂とセブンイレブン、以前はサンクス、ネットカフェも開業している。出店当時のサンクスは、日本国内のコンビニエンスストアで最も広い店舗面積を有していた。これは混雑する。 時間帯を見込んだ上で、通路の幅を広くする等のゆとりを持たせているためである。なお、サンクスは2018年2月に閉店し、同年4月にセブンイレブンが開業している。セントラルプラザには日本マクドナルドが入居している。日本マクドナルドが1988年6月に、キャンパス内に片柳学園店を開業したのは、大学としては初めてであった。 現在セントラルプラザの建物すべてをマクドナルドが使用しているが、開業当時にセントラルプラザはなく、抗議胸 D の1階に出店していた。食堂としては、フーズフーがある。フーズフーには、八王子キャンパスと同様に、有名チェーン店やコンビニエンスストアが入居している。また、八王子キャンパスと同じくフーズフー正面に庭園があり、八王子キャンパスと合わせて、 大学全体として統一感を出している。体育館の中には様々な施設が含まれるが、中でも特徴的なのはボーリング場がある点である。このボーリング場は現在、チュラウミボールと名付けられている。開学当初は日本の大学にただ一つのボーリング場という点で話題になった。ボーリング場付設には勉強や研究の合間に、 リフレッシュできるようにとの配慮がある。一般のボーリング場よりは若干小ぶりであるが、学外のものでも利用可能である。トレーニングルームには一般的なジムに置かれているようなトレーニングマシンが整えられており、ボーリング場同様に誰でも利用できる。日本庭園内に日本建築の美術館がある。美術館周辺に日本庭園があり、ドラマ、 美味しんぼの撮影にも使用された。JR 横浜線八王子南谷駅すぐのところに、第一学生会館と第二学生会館及び第三学生会館がある。部屋のタイプには二タイプあり、日曜日と大学休業期間を除き朝食という食が用意される。第三学生会館の食堂は一般開放されており、特にランチタイムは近隣住民の利用者も多い。 この食堂は一般の学生食堂と変わらないため、安さと量を兼ね備えたメニューとなっている。第3学生会館2階には、有井市民センター南の分け館が入居しており、幼児用のプレールームや、南屋に関する民族資料室を無料で、会議室等を有料で利用できる。東京工科大学は、国内外複数の大学や機関と協定及び、 提携を結び積極的な学術交流を行っている。東京工科大学は様々な学会に参加し研究発表等を行っている。東京工科大学は企業、研究機関及び観光庁と産学官連携による共同研究等を行っている。主な産学官連携団体、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。